はい、ご視聴ありがとうございます。リラックケアの花澤です。今日はですね、整体やマッサージって一時的なもので、あんまり意味がないんじゃないっていう考えに対して、それは違いますっていうお話をしたいと思います。私が整体師なので、そりゃ意味あるっていうふうにしたいでしょっていうなる方もいるかとは思いますが、ご説明していきます。皆さん、歯磨きとか爪切りはされますよね。大体どなたも多分毎日歯磨きしたり、1週間に1回ぐらいは爪を切ったり、ヤスリで整えたりとかされてると思うんですけど、なんで皆さんしますか？一時的ですよねとは言わないと思うんですよね。食べればまた汚れるし、爪は切ってもまた伸びてくるんですけど、切らないとね、伸びて危ないですし、不衛生ですし、で歯なんかも磨かないと黄色くなってきたり虫歯になったりっていうデメリットがあるから、磨いた方が気持ちがいいとかっていうことだと思うんですけど、それと同じ感じで、コリも放置するとどんどん広がっていきます。最初は肩だけだったのに、背中まで痛い、腰まで痛い、足までだるいっていう風に広がっていってしまうんですね。なので、それを食い止めるためにも、ちょっと肩がって言ってる時点で受けた方がいいです。でほぐしてっていう風にすれば、しばらくはやっぱり楽に過ごせるし、すごい大事なのは、体の楽な状態、動かせる状態を知っておくことにつながるのがいいんですね。自分がいつも辛いと、辛いことにも麻痺してくるので、本当に動かせなくなるまで放置してしまうっていうことになるんですよ。肩がね、五十肩とか首の寝違いとかありますけど、あと足がもうつっちゃってもう動けないとかね、ひどくなるまで気にしないっていうのも怖いんですよ。でこまめに手入れをしておけば、お掃除も一緒なんですけど、落としやすいですよね。短時間でそんなに大変なことをしなくても一回で楽になる。でまた疲れた時に、自分で良かった時を知ってるので、だいぶ凝ってきたな、前はこんなに動けたのに今これぐらいしか動かないやとかっていうことが比較してわかる。でもいつも辛かったり関心を持ってなかったりすると、変化に鈍化になってますし、徐々に徐々になるものなので、こんなもんだったっけっていう風になっちゃいます。良くも悪くも慣れていく。例えば家のお掃除なんかでもこまめにやらないと、だんだんこう壁がくすんできたりですとかね、ほこりが積もってきたりとかっていう風になりますけど、それが普通になっちゃうんですよね、それをずっと見てると。だからもともと白かった状態 を覚えてない、気にしてないと、こんなもんでしょうみたいな感じで特別汚いとも思わないというようなことで、自分の顔とか体に対しても急に変わったら変だなってなりますけど、徐々に徐々にだと、もういつも肩なんか凝ってるわ、いつも足なんか重たいわ、こんなもんでしょ、みんなこうでしょとかって感じちゃうんですけど、そんなことはないので、やはり、それを当たり前にしない方がいいんですね。自分のお客様でも若い時からオイルのトリートメント受けてるって方がすごく背中が綺麗で、やはりこう気にかけてて積み重ねている人と何もしなかった人だと、その差は出てくる。同じ値段使うんだったら美味しいもの食べたり、お洋服買ったりする方がいいっていう考え方もあるかとは思うんですけど、せっかくですね、綺麗な服を着ても綺麗なお化粧をしても、やっぱり姿勢とかなかなか変えられないと思うんですよね。姿勢は、気持ちから出るものもありますので、絶対意味がないとは言わないんですけど、やっぱり肩が凝ってるとか腰が痛いとか、具体的に体の調子が悪い、姿勢が悪い、顔色が悪い、そういうことがあるんだったら、やっぱりそれに応じたケアをしてあげることで、やっぱりこう顔、本当に一番思うのは、いらっしゃったお客様が行きと帰りで、いらした時と帰る時で顔が違うんですね。皆さんやっぱりすごい
顔つきが晴れやかになる、若々しくなる、体が楽になったり気持ちがいい時間を過ごすと本当に姿勢も綺麗にスッと伸びますし、の足取りも軽くてやっぱり満足して帰っていただけて、その時にこうありがとうございますって言っていただける、楽になったっていただけるとすごい私も嬉しいんですけど、こう姿勢が伸びてたりしますと、いい服着てなくてもやっぱ若く清潔感あるような印象が良くなりますよね、うん、なんか目がよく見える感じとか、そういういいことがあると、あ、外に出かけたいとか前向きな気持ちになれて好循環になりますので、やっぱり美味しく食べられるのも、おしゃれができるのも、出かけができるのも元気な体があってこそですので、すごくそういう意味でやはりまずは体が大事だということですね。そういうどうせ一時的なんだから意味がないではなくて、まあ全部こう一生っていうのは一時的一瞬一瞬の積み重ねですから、繰り返しですから、うん、悪くなってるのを放置しないっていうことで体をいい状態に保つ、もちろんやはりずっといい状態にはできないですけれども、その中でもやはり急にガクンっていくのを防ぐ、自分の体の状態を把握するのにも客観的に見て、あ、ここがお疲れですねとか、肩がちょっと前に出てますよとか、歩き方や足がすり足っぽいですよとか指摘する、そしてまあほぐしたりですとか整えたりして、あ、変わりましたねっていう風になるっていうことで、自分でもそれを意識したり気をつけて生活をするようになったりっていうメリットもあります。だから大事なことはそういうことをちゃんと指摘してくれるところの方がもちろんいいですね。マニュアルに沿ったことしかしてくれない、あるいは自分の体が気持ちよくないと、やっぱりその気持ちいいことが大事です。体は快を求めているっていうのが生態の創始者って言われる野口春近さんがおっしゃってたんですけれども、体っていうのは気持ちがいいっていう風になることで生命力が活性化しますので、納得のできない嫌な痛みですとか不安ですとかある人に揉まれててもやっぱりそれは良くならないと思います、まあ、お医者さんとかでもそうですけど、信用できる人との関係でいい方に向かうと、まあ、自分が気持ちが良かったとか納得できたとか信用できるっていうところに定期的に通うとかっていうのは非常に意味があると思いますが、まあそれを感じないのであれば、あまりむしろね行かない方がいい場合もあるので、自分の直感ですとかね、自分の体の状態変化というものには気をつけてよく見て、でお選びください。まあ、目に受けていくことのメリットは、初めて行ったところって緊張しちゃうと思うんですね。それとかすごく開けちゃってるとやっぱりその間に体も変わってたりですとか緊張感が生まれるっていうのがあります。その1ヶ月に1回ですとか豆に行っていると、お互いにこう呼吸も合わせやすい、お互いの前回の情報とかも分かってたりで、体としても安心してるんですよね。あ、この感触、この手の感じ、この押し方はもう知ってるな、あ、気持ちいいなってすぐ割と受け入れられるんですね。それでもし違うところがあった時、あれ前回と違いますねっていう風に言える、良くなってても悪くなっててもその変化っていうのが自分でもその施術者でも分かりやすいんですよね。で、自分の感覚に敏感になれるっていうところ、これもメリットです。いつも辛かったり関心を持ってなかったりすると疲れやすく取れにくいっていう風になってしまってるので、 逆にお金もかかります。整体を受けるっていうことは血行を良くしたりですとかストレスを和らげたりですとか、その病気を防ぐ役割があるんですね。 100% ってわけではないですけど、やっぱりこう免疫力を上げたりですとか気分転換になったり体の状態を把握したり、結構整体とか足つぼとかでもそうですけど病気のサインが出てたりして、あ、ちょっと病院行った方がいいですよとかってお伝えすることもあるんです。行って受けたら実際何か内臓に問題が見つかったりとか脳に問題があったりとかっていう話もやっぱり聞きます。
し、前兆みたいのを自分一人では気づかない、放置してしまうっていうのがやっぱり怖いなと思います。一時的だからやることはないっていうことはないというお話でした。はい。まあね、なかなか自分に合ったお店が見つからなくて、行ってもあんま良くならなかった。だから多分どこ行っても一緒良くならないっていうふうに諦めちゃう気持ちとかはわかります。ただ、ちゃんと会うところで、受けるっていうことはすごく意味があることですし、まあ別に整体に限らなくても、マッサージに限らなくてもいいんですけど、やっぱりそのさっき言った体は快を求めているっていうのがありますので、自分が快適な時間、気持ちがいい時間、気持ちがいい、何かっていうのは絶対に皆さん必要だと思うんですね。やはりこう楽しみとか快感っていうのがないと、もう生きていたくないっていうふうになっちゃうので、体の体温が下がったりですとか、呼吸が浅くなってきたりですとか、ストレスっていうのは本当に万病のもとなので、体や気持ちがほぐれる場所、時、皆さん持っていた方がいいです。それがないと、もうやはり体はどんどん凝り固まるし、老化が促進されてしまうと思うので、で、それとそういう場所を持ってる人に対して、そんなの意味ないんじゃない？とかっていう風に押し付けっていうんですかね、っていうのはやめていただきたいなと思います。それぞれの癒され方とか、相性とかってあるので、まあ、もちろん危険な行為をしてたりしたら止めた方がいいことはあるとは思うんですけれども、まあ双方でね、問題なくやっているのであれば、そんなことしても意味ないんじゃないとかって言わないでほしいなと思います。はい、以上です。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。 See you!